カムランの戦いは、アーサー王の最後の戦い、キャムランの戦いとも、カンブリア年代記などの歴史資料にもこの戦いについての記述が見られる。また、伝説によれば、アーサー王はこの戦いの最後に死亡したとも、傷を癒すためにアバロンへ向かったともされる。死書の類に現れる記録のうち最古のものはカンブリア年代記である。それによると、 西暦537年にアーサーとメドラウトがカムランの戦いで死亡したとの記述がある。しかし、アーサー王とモードレッドが敵同士として戦ったとは書かれていない。ジェフリー・オブ・モンマスのブリタニア列王伝以降の文献では、一般的にアーサー王の遠征中にモードレッドが反乱を起こし、それをアーサー王が討伐したが、 重傷を負ったため治療のためアバロンへ向かうという設定になっている。ちなみに、ブリタニア列王殿によれば、カムランの戦いは、ベイドンさんの戦いから20年後ということになっている。カムランの位置については、諸説あるものの、定かではない。北様セットのクイーンキャメルや、キャメルフォード付近などが候補として挙げられている。ただ、カムランという名前であるからには、 ねじ曲がった土手のある古戦場のどこかにカムランがあるということになる。アーサー王は離反したランスロット教を追ってフランスに赴くが王の留守をついてモルドレット教が王権を散脱する。この法を受けたアーサー王は急遽ブリテンに引き返すがドーバーへの上陸に際してガウェイン教が命を落としてしまう。国に戻ったアーサー王は モルドレット教に王位を返すよう求めるが拒まれ、両者の軍勢がカムランで退治することになる。その最中、アーサー・王の陣中にガウェイン教の霊が現れ、援軍としてランスロット教が到着するまで戦を止めるよう王に忠告する。アーサー・王はこれを聞き入れ、モルドレット教に急戦の申し入れをする。両軍は一触即発の緊張をもって和議に臨むが、 独者に噛まれた一人の騎士が剣を抜いたことをきっかけに衝突が起き、ついにカムランの戦いが始まってしまう。激戦の末、戦場に残ったのはアーサー王、その配下のルーカンとベリビア、そしてモルドレット卿のみとなる。一騎打ちの末、ついにアーサー王は槍でモルドレット卿を打ち果たすが、王もまた深手を追う。ルーカンは王を助け起こすが、 自身も、瀕死の重症を負っていたため力尽きる。死を悟った、アーサー・王は最後まで突き従ったベディビアに、エクスカリバーを湖に投げ入れるように命じる。王は、望み通り剣が、湖の乙女に返されたことを聞き届けた後、生きたえる。別の伝説では、傷を癒すために、アバロンに向かうもそこで死を迎えたとも、今なお回復の途上にあり、いつの日か再び現れ。 ブリテンを支配するともされている。ありがとうございます。